お前たち、誰だ、どうやって闇の扉の中に。どうやってって言われてもキラキラで開けました。我々と、グレイク様が作り変えてる劇の邪魔をしに来たのなら。グレイク様？闇の幻影技、闇ラージュでこの俺様が懲らしめてやる。こいつ、グレイプ団の幹部っぽいな。こいつをぶっ飛ばしてそのグレイプ様ってのに見せてやりましょう。でも戦うって言ってもどうやって戦ったらいいか。どうやら相手は待ってくれなさそうね。ミラーバード、そのまんまの名前だぜ。きっとチャンスが訪れるわ。しっかり相手の行動を見ていましょう。あ、このミラーボール、使えそうだわ。おお、効いてる。ミラーバードの装甲が剥がれてるよ。これを繰り返せばこいつを倒せそうだな。そう簡単には倒されないぞ。これでも食らって混乱しろ。上下逆転しちゃった。あいつ重力を制御できるってこと？これはめちゃくちゃ見づらくて厄介だ。でもやることは同じ。落ち着いて移動して攻撃しよう。食らいなさい。よし、反転してもなんとか命中。なんだこの核みたいなのは。よくわからないけどこれにきらめきを送るわ。破裂する。また新たな核が誕生したね。こんなもの関係ないわ。この舞台を台無しにするやからはこうよ。この核が奴の本体だったんだな。悪鬼魂よ、光で浄化されなさい。おお、浄化されたんじゃない。あいつを倒したら無事に戻ってこられたわ。劇場は変わったかな。変わってくれないと困るぜ。あ、扉が消えたわ。おお、劇場も元の明るさに戻ったね。やったわ、元に戻ったわ。ピーチのおかげでこのフロアが元通りに。やったね、ありがとう。本当によかったわ、これで安心して舞台を見られるのね。でもキラリスタの姿が見えないまま、どこ行っちゃったんだろう。心配だな。まだ喜べないのね、探すしかないわ。ひょっとすると上のフロアに避難してるのかも、行ってみようよ。今度は上のフロアか、早速行ってみよう。1階だけだと思ったら2階もこの状態か。1階と同じようにここも解決していかないといけないわね。ということで2階の舞台も解決していきます。まず最初は剣士の続編、亡霊の城に挑戦だぜ。同じに剣士ピーチが今度は亡霊の城に挑むわよ。誰かいないか。何かはいるみたいです。助けて。でかいね、亡霊。この城で好き勝手して許さないわ。え、剣士殿。なんてことなの、亡霊のくせに生意気な。剣士様。やられたわ、まさか床に穴があったなんて。助けてください。あいつらの変な力で閉じ込められたんです。あいつらも亡霊の見張りっぽいな。通常の攻撃が亡霊に通じるかどうか。あいつらを追い払ってください。お願いです。任せなさい、この私があいつらを退治してやるわ。なぜか亡霊にもしっかり物理攻撃が効くみたいでよかったわ。これなら問題なく進めるな。みんな、もう大丈夫、一緒に脱出しましょう。剣士様ありがとう。鋼鉄の策なんか剣士ピーチからしたら神っぺら同然。亡霊もこんな風に切り刻むしな。よく言うじゃない？本当に怖いのは幽霊より生きてる人だって。亡霊よりも狂ったように剣を振り回す人の方が確かに怖い。ここにも捕らえられた人が。ありがとう。これくらい当然だわ。さあ今のうちに安全なところへ。気をつけて。これは最初のエントランスに戻るのが大変そうだ。助けて。うわぁ。体が。亡霊め、好き勝手して許せないわ。来るぞ、気をつけろ。上には行かせないぜ。皆さんこんにちは。中派か剣派、どっちがいいかと聞かれたら、剣派です。今日ものんびり、うつ主のみーです。中派なマリサだぜ。手裏剣派なレイムよ。手裏剣は選択肢にねえよ。ということで今回は、こちらのソードイズソースというゲームを実況していきます。このゲームは一体どんなゲームなんだ？このゲームは、ヤバい人たちのアジトに一人で乗り込んで、一人残らず排除するってゲームだよ。なんて恐ろしい内容だ。操作するのはそこに立ってる犯人みたいなやつ。そう、敵もみんな犯人みたいなやつだよ。それじゃあ一挙掃除と行きましょうか。なんでこいつらノリノリなんだよ。敵は33人。対するこっちは一人だよ。なんでこんな超危険区域に一人で乗り込んできたんだよ。でやー。すげー振り回してるし、お前なんか3枚おろしにしてやる。ひぃー、ブッシュ言ってたぜ。はっ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 は、どうだい。アニメの主人公がよくやる銃弾を剣で跳ね返すやつだ。おい、めっちゃ食らってねえか。ぐはー。カッコつけるからだ。
よっしゃー、気を取り直していくぞ。え、攻撃されてる、後ろだ。壊滅的に弱いんだぜ。いやいやいや、さっきはちょっと油断しちゃっただけだから。よっしゃー、どうだ。刀できるって感じより刀で殴るみたいだぜ。もらったー。おうおう、今の鮮やかだったわ。刀のやつはまだいいが銃のやつが厄介だぜ。この先に結構いたね。こっちに来た時にぶった切ってやりましょ。ゲー。うわー、いつの間にー。音もなく後ろに立たれるのマジでビビるぜ。あー、ここで銃のやつも来ちゃったわよ。一人ならこの銃弾を跳ね返せる。よし、うまくいったぜ。この飛行に弾が広がる銃を使うのは跳ね返せないから厄介よ。はっ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 は、刀で一網打尽だ。とりあえずこの場所から距離を取るぜ。オラオラどきなさーい。さあ来い、まだまだじゃなかったわ。残り24人のところまで戻したよ。このゲーム、操作性はシンプルだが難しいな。ええ、人がわらわら集まってくるから一箇所に留まれないのよ。また向こうから来た。相手になってやる。さすがは刀の達人ね。まあ刀を使い続けて130年経つからね。大嘘なんてもんじゃねえ。左右の通路からは誰も来ないわよ。目の前。おやおやおやー、ゴリ押しだー。刀も来たわ。でやー。おお、二人撃破完了だぜ。このまま家に侵入して残り20人借りましょう。家の中には多分めっちゃいるから気を引き締めていこう。うわー、この曲がり角とかすげえや。早速敵がゾロゾロと来たわよ。あの銃野郎ここにも。あ、あいつ私たちを見失ったわ。チャーンス。ってあれ。この野郎銃使うなぁ。めちゃくちゃ言ってるんだぜ。せっかくなので、刀以外の武器をちょっとここで紹介しようと思います。今手に持ってるのはなんだ？ちょっと敵をおびき寄せるよ。やいやい、こっちだこっち。こっちに来い。敵が気づいた。敵が集まったところで。まだまだ行くぞ。これぞ電気ビリビリ攻撃だ。もっといい名前なかったのかよ。お次は最強毒針です。即死させる毒針って半端ねえな。この毒針は強力だけど、使用回数が少ないのよ。そしてこのギザギザもとても強いです。何ギザギザって。狙った相手に。追尾して倒します。なんつう飛び道具持ってんだよ。これは普通の手裏剣よ。こんな感じで飛び道具を有効に使えばすぐに全滅させられるよ。なんで今まで使わなかったんだよ。忘れてたの。この野郎。残り5人まで来ました。あと少しだからって気を抜くなよ。もちろん、絶対に全滅させてやる。さあかかってきなさい。残り3人だ。正面に1人発見。あれ、上から光が。ひぃー、スナイパーよ。今のすげえ危なかったぜ。あ、もう1人発見。これで残すはスナイパー1人よ。近づけばこっちのもんだぜ。これでクリアしてやるー。じゃあ、来たー。ああ、あいつ逃げやがったわ。待てこらー。まさか逃げ出すなんてな。逃げるが勝ちだー。しかも意外と早いよ。逃がすかー。逃げろー。おい、これ本当に逃げられちまうんじゃねえか。それはやばい。させるか。やったー、ミッションコンプリート。本当に1人で33人倒しちまったぜ。